江ノ島行きは2線あるね。うん、2車線あると。で、ほんで江ノ島で、ここがのっとした商店街。うん、江ノ島の商店街だと。ここは結構なんかシラス料理とか、うん、海産物、うん、食べれるとこ多いね、うん、こういうなんかビーチで使えるようなさ、あ、ちょっとしたグッズとかも売ってるね。 B さんとかね、うん、帽子とか、うん、やっぱでも今日でもそんなに人多くないね。今日は多くないね、うん、いつもだったらすっごい人だかりなのね。本当だね、うん、あなたね、県内の人は遊びに来てこの商店街をね、活性化してほしいね。そうだね、うん、大正2年創業。すごい写真屋さんだね。うん、外観はまあね、ちょっと新しくなってるけど、うん、ここにも洋館あった。ね、和菓子も多いね。すごいね、風強くなってきたね、こっちから。うん、やっぱ海がね、海近いからね。時にね、ウィンドジャマーがあるといいんだけどね。シラスコロッケね。タコみたいに。うん、タコせんべい。これなんか新しくできるんだ。へえ。ピザ屋かな。イタリア料理。うん。うん、美味しそうだね。ピザ。うん。絶対シラスピザあるよね。かき氷屋さんだ。かき氷って感じだね。すごい。本当だね。あ、水着屋とか売ってんね。水着とか浮き輪とか見えちゃうともう夏だね。夏だね。そう感じるね。夏始まったって感じだね。江ノ島プリン。うん、比較的新しいよね、島プリンが。うん、なんか変わってるね、いろいろと。うん、まあ、昔ながらやってそうなラーメン屋さん、ラーメン屋さんもね、あってね、うん、お昼何食べてかね。そんなお腹減ってないからな、なんか、うん。
海鮮丼とか食べれるお店は、うん、結構安くて美味しかった。これこの旅館のところ、旅館のそう隣にあるんだけど、食べる、食べてもいいよ。もうお昼だもんね、うん、でも減ってる、そんなに、そんなに、でもここさ食べないとさすぐなくなっちゃうよね。うん、ここね、うんうん、この波、なんか名前がわかんないの、その波知らない、ひーこくまるかな、うん、ここ結構ね比較的そんなにバカ高くなく、うん、あそう、じゃあここで食べてくる、うん、いいよ、どうせだったら配合者や撮影したいよね、うん、じゃあいただいていこうか、はい、はい、ご飯はアジのなめろう丼と、アジのたたき定食ですね、楽しみ、はい、あはい、お味ついてますので最初のチーズ、ご飯の召し上がってみてください、ありました、はい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 、ありがとうございます。すごい。すごい。超コスパいい。ね。すごいねこれ。めちゃめちゃ美味しそう。これで1000円ですね。これで1000円なんだ。すごいな。アジのたたきは？こんな感じ。おー。美味しそう。では早速。ではいただきまーす。いや、美味しかったね。美味しかったです。ね。ああ、スマートボール。射的スマートボール。やったことはないけど、私。うん。懐かしいと思ったらいいでしょ。うん、そうだね。そのことが言う前に。うん。あ、よかった。美味しかった。さあ、江ノ島だ。風強っ。片瀬江ノ島駅か、小田急の。竜宮城みたいなやつになってる。駅のホームに。あとでそれも見に行きたいね。いいよ。いや、久々の江ノ島だね。久々だね。では、最初に行きましょう。ホテルを作っていきますね。はい。あ、江ノ島のやつだね。昔の江ノ島ね。こんな風に見えてたの。これは稲村ヶ崎かな。そうだね、稲村ヶ崎だね。あとね、多分江ノ島の裏側にあるやつかな。あ、岩屋。岩屋ね。あ、急に眩しいね。メガ、メガってやつ。ムスカですか。うん、お腹いっぱいでちょっとやばいな。ちょっと疲れてきたんじゃない。島のすごいね、海水浴客も結構いない、うん、ねえ、まあそりゃこんだけ晴れれば海水浴したいわな、
変わるね、やっぱり。あ、変わるね。南国というか、なんか、うん、湘南って感じ。ザ湘南。ザ湘南。なんかね、そうだね。結構あの初日の出とかもここから見えるから、へえ、そうそうそう、で富士山も一緒に見えるっていう、なかなかいいスポットです。ここはやっぱ夏だけじゃなくて年中通していいとこだと思う。なるほどね、うん。千弁天丸、一人400円かな。行ってみる？ああ、いいね。乗り換えは江ノ島の裏口に。今ちょうど船到着しましたからね。チケット買った玉でありますよ。そうか、はい、乗るときにチケットを係にお出しください。はい、ちょうど持ってて、うん、結構の不要となりましたよ。交代時はめったにございませんからね。船旅岩屋に降りれるの？降りれるよ、このまま岩屋に行ける。あ、そういうことなんだ。そうなの。うーん、ここで待っとみたい。なるほどね。すごい、なんだあれ。タコかな、タコというかカイトって言った方がいいのかな。あれがカイトだな。すごい、あんな風になるの、すごいね。でも、ちょっとすごいね。うん、まあ、でも、こうやって操ったりするもん。いるね。さあ、行くよ。さあ、行こう。チケット、チケット、チケット。ああ、チケット、チケット。楽しみ。ねえ。すごいね。結構スピード出るね。うん、出るね。
さようなら。ちょっと隙間空いてるんで気をつけて。はい。到着。これが岩屋なんだ。そうなんだ。じゃあ行ってみましょうか。行ってみようか。やばい。マジでやばい。おやつの距離が。ちょっとまだなんかふわふわしてる。うん。これ、ね、片道ってことか。片道。あ、片道400円なんだ。うん。そういうこと。お金ある？うん。ないか。岩屋ってさ、このままずっと歩いてない向こう側行けるわけ。あ、そうなんだ。あ、なるほどね、そういうことなのね。現金ないと入れないかも。あ、ほんと？岩屋？うん。あるかな。またスキップを小銭しかない、下ろしてきてないから。あ、そっかそっか、まあしょうがないね。ない。ちょっと探してみて。お金を見つけました。あ、そう。あ、いけそうよ。現金を見つけられたら大丈夫から。すごっこれ。あ、すごいね。ほんと岩崖だよね。崖。あ、これはすごいな。前月を経て侵食もされているし、うわ、なんだこれ。足元やばい。これ何これ、これ何これ、この虫たち何、すごい。え、すごい。なんか多分映ってはないと思うけどね、カメラに。うまく、すごい数の虫がいたよね、足元に。すごいね。逃げてくね。あーはーって。まあでもちゃんと舗装されてるからまだ歩きやすいね、この岩もね。そうね、ここね。あ、でも昔は違ったんだろうね、でも岩も、ね、すごいな。すごいすごい。なんか貝拾いかな、なんかやってるね、みんな。あ、ね、結構親子連れで来てる人もいるね、ここまで。そうだね。海水が流れてるんだ。ね。ちょっと向こうまで行ってみようかな。また気をつけないよ。滑ると思って。やばいね、これ荒れ狂ってるね。すごいよ。めちゃめちゃ荒れ狂ってるよ。じゃあやめなさい。海水でしょ。海水しょっぱいんじゃない。うん、めっちゃしょっぱいよ。でもなんかそこ見て透明だね。透明。すごいな。あ、行こう行こう行こう。この方気をつけないよ、滑るからね。これ滑った頭打ったら血さんだ。さんだよ、血流しちゃうよ。すごいね、あのロープ伝っていくの、向こう側。え、マジ？
行ってみる人まず。せっかくだから。はい。よいしょ。すげえなんか。うわ、足はめちゃいそう。うわ。ここ絶対滑るこれ。ここは絶対滑る。よし。大丈夫だった？はい。じゃあ行こう行こう。ね。すごいな。だね、ロープ伝っていかないと。これは絶対滑るよ。あ、これ滑る。あ、滑る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 。よし。なんかね、洞窟っぽくなってるね。すごいねこれ。海水となんか棒が生えてるね。はい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 。どっちから行こうかね。このところかな。滑るからね。なんかちゃんと滑るから後ろにこう行きなさい。滑るからね。行くよ。ほう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 。向こう側にはちょっと行けないんだね。なんかほんと釣りしてる人たちも多いね。釣るでしょう、それは海だもん。すごい、あんな 裏側行けるんだね。うわ、楽しみ。岩場の中通って一瞬分かったよ。何何なんだこれと思ってみたらさ、トウモロコシだった。ただのトウモロコシだった。あんなとこで釣りしてるの。すごいね。あ、いいね。なになに？岩屋橋。この先の波の静かなところより、江ノ島弁天橋の入り口までお帰りの船が出ております。あ、江ノ水も行ってみたいね。だね、聞こえるね。風の音であんま聞こえないけど。ああ。夏だね。
偉いね。ここで日没見えますよということなんだ。書いてあるじゃん、これ岩場ができた理由。江ノ島の昔。すごいね。ね。天女と渦流の生まれの伝説。これ冷房じゃないでしょ、これは。こんな感じだね。はい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 。え、何これ。え、何これ。え、すごっ。ねえ、何これ。海水、これ海水じゃないでしょ、これ真水、真水、これ何ウサノワキコの珍しい。うん、すごいね、びっくりしたね。急に現れたからね。こんなのが急に現れたからね。うん、上だってね、ただのね、あるかな、これ。岩屋。すごいね。うん。一応こう、岩が転がってこないようになんか、ネットとかされてる。そうだね。まあ中でね、しちゃったらね、大変だもんね。そうだよね。うん。あ、でも空気回してるんだ。そうなんだ、そっか。うん。ここすごい水が流れてるよ、ここ。ほら、ここ水が流れてる。ね。あ、こっからも染み出してるんだ、水がね。ああ、そうだと思う。なんかどんどん暗くなってきてない？ね、本当だね。観覧順序のご案内。つまりこっちだ。え、狭っ。こうかがまないとね、ちょっと厳しいね。すげえ、こんな岩屋の中にさ、仏像が。ほら、弁財天とか。ね。冷たい、冷たい。さらにここから奥があるんだ。あ、日蓮聖人の寝姿石だって。あれか。このさらになんか奥にもいっぱいあるんだ。行けないけど、行けないけどね。この洞窟は昔から富士山の麓にある鳴沢氷穴に続いている。富士山に行くの？氷穴についてんの？本当に？すごいな。こちらにもなんかお地蔵さんが、うん、ちょっとなんか暗くてやっぱり分かんないけど、分かんないと思うけど、たくさんお地蔵さんが並んでます。うん、そして暗い、そして空気が冷たい。すごい寒い、寒い。空気冷えてるね。うん、
そしてこれがもう一個の方ですね。ちょっと滑らないように。結構濡れてる。滑らないね。濡れてるからね。暗いよ。暗いね。これだって昔の人こう火焚かないところ絶対無理でしょ。はい、そうだね。明かりが今電気がちょこちょこついてはいるけど。しかも水も垂れてきてるからね。うん、よいしょと。狭い狭い狭い。天井が低くなってます。うん。頭上注意ですね。これはなんだ。すごい。あ、ここなんかホラー穴みたいになってる。江ノ島神社発祥の場所だって。あ、そう。へえ。これが、うん、なるほどね。ここになんかあるよ。なんか、なんかあるけど見えないね。暗すぎて見えないね。見した。おっ、おっ、おっ、おっ。すごい、神秘的だね。ああ、そうね。私の人は神社建てるわ。ああ、こんなホラーなね。だってもう自然にできたやつでしょ、これは。そうだよ。ああ。すごいな、こんなとこあるんだな。うん、ここで帰ってくるのか。ああ、急になんか雰囲気変わったね。うん、さっきまですごいなんか海だーみたいな感じだったけど。うん、すごいよ、この岩。岩たちが、岩、うん、岩たち、瓦礫。瓦礫。面白かったね、なかなか。なかなか寒かったね。肌が冷たくなっちゃってる。うん、全然空気が違う。1年を通してやっぱ変わんないんじゃない、気温は。いや、ほんと冷た、寒いと思うぐらいだった。うん、逆に冬場は暖が取れるんじゃない。あ、そうなのかな。うん、多分ね。さあ、で、これが出口かな。うん、ここからの景色すごそうだね。第二岩屋に行くんだって。第二岩屋、へえ、すごいすごい。ここからの景色もなかなかじゃない？すごいね。ああ、へえ。おお、すごいね。どうなってんの？どうなってんのこれ？ここからがもうあれなんだ。あの水が浸食してね、洞穴ができた。なんだ。だから、ね、そう、だからそういうことでしょう。いまだにほら水が滴ってるよ。すごいな。あ、眩しい。眩しいね。うん。あ、すごい。ゴミが散乱してるのはちょっと残念だけどね。そうだね。じゃないかな。全部木だったんじゃない？すごいね。うん、怖くて歩けない。よくこの中にも木のさ橋を作ったよ。よくだったよね、こんな。あとさ、足場が岩じゃん。うん。あ、だからさっきのさ、丸い穴みたいなあったじゃん。あった。あれがその、あの木の橋の柱の名残なんだよ。すごい。あれを支柱に支えてたんじゃない？すごい。ああ。残ってるんだ。ああ。あ、見える。すごいね。
さて、第二岩屋。あ、ここだここだ。第二岩屋。行ってみよう。またこれ滑りそうだからね、気をつけて。まずはこっちが空いてるとなんかさ、なんだろう、すごい白いもやがかかってるんですね。本当もやかかってるわ。うん、湿気なのかしら。あ、湿気っぽいね。なんかジメジメなんじゃないかな。おお、龍のなんかびっくりした。あ、ここに龍がいますよってことか。へえ、すごいな。こっち行くのかな、この狭いところ。おー、すごい狭い。はい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 。岩肌がね、すごいことや。龍の寝所なのかな、ここがね。なんだろう、そんな感じかな。龍神様みたいな、ね、そういうのが言うんだろうね。島の地下にこんなでっかいのあると思わなかったね。うん、すごい。あのカメリゲンのシーキャンドルが立ってると思うと。ああ、そうだね、すごいよね。この龍が見えましたよと、ここでね。そうだった。ああ、ドキドキしちゃった。なんか前に来た時は岩屋ね、ああ、あのろうそくをこうやって自分でこうやってろうそくでこうやって電気がなかったんです。あ、そうだったんだ。音速灯して自分でこうやってやってたんだ。へぇー、そうだ。もう変わっちゃったんだね、それも。あ、それはちょっと残念だったわ。なるほどね。これでもさ、岩屋さ、これ岩屋からさ、地上に上がれないの？あ、上がれたか。うん、上がれた、上がれた。いや、面白かったね、楽しかったね。あっちからアイスミンの話です。あ、そうだね、すごいな。すごいね。ああ。これはぜひぜひ来ていただきたいね。ああ。だって自然にできたやつでしょ。そう。感動するよね。すごいよね。いやいや。なんかさっきよりも明るい。変わらないか。江戸島岩屋の探索の植物もすごい好きだね。うん。鳥だって。鳥もいりますよと。島の海の生物、何が取れるの？ボラ、キュウゼン、イサキ、サンマとか、マイワシとか、シラスネ、カツオ、ハコフグも取れるんだってよ。イノカサゴ、シガレイ、カエルアゴ、やっぱなんていうの、これじゃない？イセエビ。まあ、シラスね。湘南といえば、湘南といえばシラスね。ヤシマの浮世絵、うん、岩屋だって、これが。ああ、岩屋をね、こんなとこで一回してたのかな。本当はね、すごいね。あの離れてた岩島あったじゃん、あそこか、あそこで飲み食いしてたしてたんだね。へえ、
これで終わりだね。ありがとうございました。洞窟だよって。すごい混んできたね。今ね、どこ混んでくるね、ちょっとね、岩屋混んできたね。